です。こちらなんですね。いかにして私は12歳年下の女性の心を盗んだのかっていう本と、こちらなんですね。モテと非モテの境界線って本ですけど、まあ美女とね付き合う方法みたいな話なんですけど、まあ、男性のね全般的な願望としては、顔は美人、スタイル抜群で、かつ家庭的スキル、まあ、料理とかね家事とかそういうスキルも抜群で、収入またなおさらいいみたいな話になってくると思うんですけど、まあこの本で言ってるところで言ってしまえば、そんな女性いるわけないじゃんみたいな、ね、話なんですよね。まあ顔が美人の人でもし付き合えたとしても運よくね。だけど携帯のメールでデートに誘います。誘った後にまあ喫茶店とかで向かい越して話をする。だけど相手の顔がもう美人すぎて、もう会話がうまくいかん、繋がらないとか、もうそういう緊張しすぎてうまく言葉出てこないとかあると思うんですよ。まあ実際ねこの本でそういうことがあったという例が書かれてるんで、まあなかなかそういうねものすごい美人と会話するっていうだけでもものすごい自分自身ストレスかかるし、緊張しすぎて話が進まないってことになるんですよ。だからこそまず自分自身が相手に求めてる顔のハードルというレベルのハードルを下げる。で下げた上で視野が広がるので、そこで多くの女性とねコミュニケーションを取っていくことによって、あなた自身がモテやすい環境になってくると思うので、まずはねあなた自身の顔の偏差値、そのハードルを下げることによってモテる環境を作りましょう。